皆さん、こん第6回皆さん、こんにちは。みやこ YouTube のエキとユッキーです。今日はみやこ YouTube の初コラボとして、YouTuber の福寄せや東大門さんにいらっしゃっていただいてます。こんにちは、ありがとうございます。すみませんね、こんなお天気の束の間のお天気で恵まれまして、ちょっと風が強いですけど、福寄せや東大門でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すみません、先ほどまでみやこハーバーラジオさんの福寄せや東大門のみやこ弁アワードに、私たちみやこ YouTube が、ゲストとして出演させていただきまして、収録をしてきたところでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。私はみやこに来て、はい、また5ヶ月、8ヶ月、はい、ユッキーは、はい、そうですね、私、ユッキーは、採用されてから宮古に、うん、来ましたので、うんうん、3年目になります。では、ユッキー、よろしくお願いします。させていただきます。はい、どうぞ。はい、一つ目なのですが、うん、宮古弁語りを始めたきっかけを教えていただきます。うん、そうですね、これはもういろんな新聞やテレビの取材でもお話ししたんですけど、もう全然今は僕40ですけど、20歳前後から普通に工場というご挨拶の中でやってたんですけどね。でそれをうちのコロナ禍だったんで、うちを、まあ、踊りの会ができるようなしつらいにしましたので、そこで、踊りの演目と一緒に宮古弁語りってことで桃太郎、その時はもうね、宮古弁語りやっちゃうと宮古弁語りって名前もその時つけたんですけど、皆さんそれで喜んじゃって踊りよりそっちを楽しみにしちゃうと。なので今回で最後ですから、最後ですから次回はないですからねっていうことでやったら、なんかこんなことになっちゃったんで、結局まあもう踊らずに、今日も久々に浴衣着ましたけど、語ることになりました。そんななんかね、単純な理由でございます。はい、ありました。そうですね、午前に宮古弁アワーに、出演させていただきまして、はい、そこでも宮古弁に少し触れたんですが、分かるような分からないような、独特な宮古の語りを感じられまして、はい、とても新鮮です。ありがとうございます。それでは続いての質問になるので、はい、東大門さんは美容室も営んでいるということで、はい、美容師を師の師範として、はい、宮古弁語りの活動と何足もの、わらじを履いていらっしゃるということで、はい、その活動の中で、はい、いいところが、はい、大変なところは、はい、教えてください。ありがとうございます。素敵なタイミングでお船が入ってまいりました。いいですね、このロケーションは。まあね、今よく副業というのも言われる時代ですけども、私特に語りと踊りでは、さほどの儲けはというかほぼございませんので、業と生業と言われると微妙なんですけど、まあ、あくまでも家業であります母親といたしております、美容室、これでまあ食べてさせていただいているので、まあ、その他に自分のなんか得意分野といいますかね、皆さんが喜んでくださることがあればと思って、まあ、これに限らずですね、語りと踊りに限らず何でも自分で、お役に立てるというか、皆さんに喜んでいただけるものがあれば何でもやっていきたいなという、それもまた単純な思いなんですけども、だからなんだろうな、自分の趣味っていうか、そういうことももう含まれてますね。他に僕特にないので、だからなんかもう本当趣味と、趣味をやってたら皆さんが喜んでくださったっていう流れで。私の方から質問します。はい、宮古市、そして宮古弁の魅力とはズバリ何でしょうか。そうですね、親しみ、まあ、方言一般にそうだと思うんですけど、例えば直接ね、標準語で
ラジオゲストに来てくださる方々をこう褒めるじゃないですか。でとてもこうやってご活躍でなんとかでとても素晴らしいでと思いますって言って、まあ、いいんですけど、うん、でもなんかまあしらじらしいとまでは言いませんけど、ゲストの方もしょっちゅうね、そうやってご紹介いただいてると思うので、だったらば何年生 こつらはね、これがこれが立派でこうでね、オラがどうも大した応援したくてねって、であなたのファンですよとかっていうのもとても私大好きなんですって直接言うよりは、ほらほら卒ら当たりたすぎだがえとかって言った方がまあほんわかと聞こえますし、なんかねそういうところがまあ宮古弁に限らず方言で、あのラジオ、ただ僕ねあのラジオやって多分あなんだつまんないやって思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもっていうのは、ずっと最初から最後まで宮古弁でそういうネタをやっていくのかなって思ってらっしゃる方もいると思うんですけど、僕的にはそれはあくまでもあの語りの演目として聞いていただいて、ラジオの15分は例えば全国の皆さんとかに宮古弁っていうものがあるんだっていうのを分かっていただいて、ましてはお二人とかもね、だからある程度の標準語というか共通語で喋ってる中にズドンとあの宮古弁に方言に落とすというところがまあポイントで楽しいかなと思ってさせております。ズバリ一言でないんですけど、はい、そんなところが魅力でございます。ありがとうございます、はい、いや先ほどラジオに出演させていただいたんですけど、うん、宮古弁生で初めて聞いた。あ本当ですか、ありがとうございます、はい、非常にこう柔らかいね、はい、あの振興局にいらっしゃる方々で結構でも喋りますよね皆さんね、地元の方言で。たまに、たまになんだ、あそうなんだ、あじゃあみんなあのやっぱお役所用に一応はひょあの共通語でねおっしゃる、はい、ね聞き取れないね、おじいちゃんおばあちゃん来られるとね大変ですから ね、 そうね、電話対応、あ電話対応はありますね、この方がはいはいはい、時にいやそれはそうだと思いますね、なるほど、じゃあ少しは基本講座をお勉強してて、はい、ありがとうございます、はい、福寄せ野党大門の宮古弁クイズ。すごいすごい、あのえアメリカ横断ウルトラクイズって知ってます？知らないんです。主任どうしましょう。ギャップが。では初級です、問題お答えください。早い方がピンポンつってね、はい、第1問初級、マナグ、マナグ、うん、マナグ、はいはい、ピンポン、ピンポン、はい、ユキさん、マナグなので、うん、マナコ、お正解です、ありがとうございます。2問目いきます、第2問、じゃんじゃん、ヒツパル、ヒツパル、チキ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 、はい、エイキさん、すいません、そのまま引っ張る、あーブーって引っ張られるのと違う、引っ張られるのと違う、こうなる貼るみたいなこと、ピンとキーって、あの例えばどっか縫いました、うん、3針縫いました、でそこがキーッとこう引っ張られて、なんか皮が伸びてるっていうようなの、引っ張るとも違う、皮が貼るとか何かがこう伸びるような方がヒスパルです。だからまあ三角かな、引っ張るは、ヒツパル、ぜひお使いください。そうです、だからそこのねニュアンスが微妙なの、引っ張るは引っ張るなんだよね、宮古弁、あら引っ張っとかあんなんだけど、あここはヒツパっていでっていうの、はい、第3問、パパン、色ペー、色ペー、色ペー、カチ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 、さあ何でしょう、色ペー、カチ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 、頑張れ、色ペー、はい、ピンポン、はい、ユキさん、ユキさん、あーなるほどね、それは素敵な表現ですね、素晴らしい、ただの色合いってことです、色合い、うん、ペーなんかこう、あ今日いい色ペーの反転起点がねみたいな、そうです、色っぽいね、いいかもしれません、はい、え今何問、あほぼ正解してないですね、次中級です、参ります、中級、辛くてカチ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 、かわいそう、カチ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 、辛くて、例題、はい、例題、もう東大門さんは今日は YouTube のアドバイスに辛くてな、カチ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 、辛くどい、
ブーブーじゃない、時間タイムオーバー。とてもくどいですね。くどい、すらがとっても超くどいねっていう僕の午前中のアドバイスみたい。マジすらくてんだけど。次、はい、第5問。第5問。ご制約。カチ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 、ご制約。例えばじゃあ例題、子供がね、あおもちゃ取り上げられて俺ご制約でんが、カチ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 、頑張れ。はいはい、ゆきさん。あそう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 、正解です、正解です、初正解。ご制約、うん、そう、役はね、なんかそういう意味がありますよね。ゴンボホル、すごい。ゴンボホルってどうなんだろう。えエキさんは分かる？分かんない。あ、ゴンボホルも分かるんですか？分かんない。そっか、でもいや、ゴンボホルはほぼほぼ言うよね、多分東北。上級です、参ります。文章になってますから、これを訳していただきたいと思います。はい、では参ります。よさもいいごと家の中で布団ほろってむせ発見がええ。もう一回参ります。よさもいいこと家ん中でね、布団ほろってむせ発見がえ。ピンポン。はい、おおすごい、エキさん頑張れ。あんたも家の中で布団ほろって、うんうん、で出るけ。あーなるほどな。あー合ってます、合ってます。よさもいいはね、なんかね、調子に乗ってるなみたいな、なんそんなことやんなくてもいいのにみたいな、それを良さもいい家の中で布団放ろっちゃったので、ほこりが舞ってむせるが、むせるだけじゃなくてはつけちゃうんですね。うわーみたいな、そうそう、それをむせはつける。はい、じゃあ今度咳が出た時に、いやーむせはつけだと言ってみていただいて、で調子に乗ってるやつがいたら良さもいいなって言って、じゃあこれ後でね。はい、じゃあどうぞ。さあ、超メモ書きで。以上、福寄せや東大門の宮古弁クイズでした。アメリカには渡れません。以上です、どうぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。とても宮古弁クイズ盛り上がりましたね。ありがとうございます。シリーズ化してください。これあれですね、宮古 YouTube の皆さんにも、うん、やってみます。あ、そうだね、そうだね、ぜひぜひ、はい、作っときます、あと。もっと個人的にエイキさんに答えれたのちょっと、うん、本当ですか。そこでそこで、対決色がバチバチ、 バチバチね。ありがとうございます。ありがとうございます。あの段取り間違ったの突っ込まないであげてください。カットカット。本人十分反省しております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。はい。それでは、はい、本日はありがとうございます。そうなんだ。なんか一言感想がないのかしら。ね、よいしょな。中からラジオからここ宮古、本当にね、までですね、長い間。いいお天気で。あとは、うん、福寄せ屋東大門さんの、はい、YouTube のリンクは概要欄の方に載せておきますので、はい、ぜひそちらも合わせてぜひぜひお楽しみください、はい、これどのくらいで編集してアップしてくださるんでしょう。頑張れば頑張ってよ。1週間ぐらい。1週間長えな。あなたのとこ切るだけで済むんじゃないか。ありがとうね。でも2隻も船にも出てもらって、はい、何か岸壁らしくて良かったですね。良かったです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。あとは、はい、午前中のラジオ、うんうん、収録したラジオはいつ頃放送？いつ頃って。10月の20。そうそうそう、びっくりだよ。ちゃんとプリントも渡してるし。すごい、駅のこれからが私は案じられます。午前中に収録したラジオは10月の27日、はいはい、放送した、はい、概要欄にこちらも載せて。好きなの何でも概要欄。わかりました、ありがとうございます。それでは、はい、最後になりました、はい、では皆さんで、はい、大きに、はい、ありがとう。どっかで聞いたような感じですけどね。これ毎回やってくんですか、大きには。これからやっていきます。いいですね。いいですか。もちろんだって別の先輩特急じゃないから、普通に皆さん宮古で言ってるやつですから、はい、ぜひぜひ手振るのよね、はい、はい、それでは準備は準備はいつでもいいよ、はい、はい、それでは皆さん、はい、
せーの、おおきに。あ、本当だ。